トンスルは、人粉を使った朝鮮半島の薬用酒、半型薬。地方によって作り方に差異がある一種の民間療法で、骨折、打撲、腰痛に効果があると信じられた伝統酒としてたしなまれていたが、韓国では1960年代中盤からの経済発展以降は、次第に飲む人が減ってきているために2010年代には、廃れかけている。2013年には、 製造動画が取材され、2020年には、県を食博覧会に展示された。様々な製法が伝えられている。破綻油の製法が載せられている、遠い方管症薬では、人の大便、小便が薬、または薬の原料として一般的に用いられるが、中国から中国医学が伝わった朝鮮半島でも、人糞を使った水薬として用いていた。 それは、破綻油又の名を、野人から水というもので、熱病で発狂した時に飲むべしとされ、乾燥させた人糞を焼き、水に溶かしたものである。人糞を乾燥させ、粉末にしたものを、ヤインゴンと呼び、それを煎じたものを、ヤインゴンスと呼ぶ。召喚発狂という重い症状の時にも用いる3番目に、厳しい薬で、ちなみに、最も厳しい治療法は、 火の中に顔を突っ込んで、鼻の穴から炎を吸い込むという飛脚法。15から16世紀に、李氏朝鮮時代の女医、大長今が、第11大朝鮮国王、中層に下熱剤として処方したことで知られる。また、朝鮮では、民間療法として、人に由来する木薬を多く用い、人粉を薬用としてきた。東方館によると、肉を食べて中毒になった時、 人糞汁を飲食させれば良いと書いてあり、毒キノコ中毒になった時、人糞を一生を食べさせると書かれてあり、朝鮮の昔の歌手が喉を通すために、人糞水を飲んだという話も伝わっている。日韓併合時代の韓国の風俗を収集した朝鮮風俗集前には、二日起こりの治療として、人糞を黒飴に包み三日間夜切りに晒した、外薬を飲む、腫れ物の対処として、 人糞に塩を混ぜて貼る、チフスの治療として、人糞を瓦に塗って熱して、水に入れその水を飲む、虫歯の対処として、人糞を焼いて、歯に含むなどの人糞療法の記録が残っている。糞人糞、人に由来する生薬排泄物及びその、関係品に由来する生薬、及び、貧微生物移植も参照。ありがとうございます。